堀田忠たは、江戸時代後期から、末期の大名、若年より、下助佐野藩主、堀田家政高流分家七代、下助佐野藩主、堀田正厚の逸を、完成8年4月19日、将軍、徳川家成に拝越する。同年12月11日、従後した佐京介に助任。後に、摂津神に改める。 天保3年1月19日、父、マサーツの死去により、家督を継いだ。天保5年4月28日、総社番に就任する。天保7年9月4日、若年寄りに就任する。天保14年10月24日、退任して、14下に昇進する。安政元年に60歳で死去した。長男の聖治は、すでに没していたため、その子、 聖章が後を継いだ。学問熱心であった。特に貝類の研究に熱心で、漢文スケプを表している。絵画にも秀でた才能を残すなど、文学的に優れていた。聖光の歌臣高橋玄十郎の子、唯一は、日本初の洋画家となっているが、これは聖光の影響が大きいとも言われている。本作での意味名は、聖国。ただし、実在の聖光は、 遠山影本よりも2歳年下であったため、実際は彼のジップであるマサーツをモデルにしたのではないかとする、向きもある。ありがとうございます。